moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。12月12日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。王子ですね、食欲の秋ということでたくさん食べてるんですけども、ベルトの穴1個分ね、ウエストが小さくなってまして、とっても喜んでいる滑り王子マスクマンでございます。はい、王子とは裏腹に体重はうなぎ登りですけど、何かゴミスキーです。いや健康な証拠でしょあのですね、だいぶですね、風邪の方が良くなってきまして、はい、咳も減ってきたんですけども、はい、いや実はですね、各病院、うん、インフルエンザがすごいらしいですね、うん、もう本当にあの受診ができない状況で、あふれ返ってるみたいですね。あで電話使用に変わってるという。今薬もあれですよね、少ないという。少ないですよね。いやちょっと気になるダンサーズでございます。はい、はい、しはしわすでバタバタしますけれども、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは失敗。今夜のテーマは失敗です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブからも放送しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワで検索してください。本日ゲストコーナーがあります。ライジングダダ合同会社代表田中一郎さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー失敗談なんか出ちゃうのかな。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町グッシャ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい流し長田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071までお電話を。
名古屋で一番綺麗なシェアハウス。お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キユナ名古屋。はい、メールご紹介します。お願いします。あ、これはまたですね、また王子にいろいろなこと聞いてますね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。はい、テーマ失敗、私の二度の結婚はまさに失敗というワードがそう惜しいと思います。あら、そうなの、なぜかというと、初代の嫁は水亀座で、母親は4人姉妹、今嫁も水亀座で、母親は5人姉妹。怖いですね。星座も女系家族であることも共通しています。あら、そして嫁はまさに男勝りのオラオラ系。あら、オラオラ系なの。オラオラ系、無知でパチパチやってもらって、怖いですね。ところで、昔はイケイケだったという王子はナンパで失敗なんてしたことはないですよね。あのね、本当に若い頃ですね、まだ20代の、ね、前半ですけども、まあ、私あの国産の車乗ってましたけども、名古屋の栄というね、まあ、一番賑やかなところでね、はい、ナンパしてたんですけど、はい、で車の中から声かけたら、ね、そのまあどうだろうね、10代、まあ、後半ぐらいの姉ちゃんだろうね、うん、カマロじゃなきゃやだって おめえ舐めてんのかと思ってでそうやって言われてね、撃沈したことがございます、ね、そういうこともありましたんでね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、カーポイさんがですね、はい、あのいつもね、あのヒゲを剃っても薬味つるって言ってもらってますけども、うんうん、今日はヒゲは剃っておりません。そうなんですよ。あのね、マスクしてたんだけど、はい、みそちゃんがね、マスクいらないじゃんってヒゲのまんまでいいじゃんって言ってね、はい、だからそのままにしてたんですけど、はい、もう本当はね、マスクで隠したいなと思ったんですけど、いや、ちょっとそれ何、私のせいにしてるの。あのね、ちょうど今あのツイキャスの映像ですけど、はい、あなたの顔がね、半分星になってるんですよそうそうそう、あ、これね、あれ、あ、過去とかそうなんだ ね、 あのごめんなさいね、今日じゃない、今月、まあ、クリスマスツリーを出したんですけれども、うん、なぜかツリーの部分が映らずに星の部分がだけが映って、うん、しかもそれが王子にかぶってるという奇跡だよね、うん、これ普通でね、私ここが、パソコンの画面見てますけども、はい、うん、それには全然問題ないんですけども、これ映像を見るとこうかぶってますね、はい、見えます、その映像、そこの、あ、映像は見えるんだ、文字は見えないけど、文字は見えないけど映像は見えるんですね、うん、見えるんだよね、ねえ、うん、こうやってやると被るね、うん、ちょっとずらさないと、うんうん、まあいいんじゃないですか、はい、まあまあしょうがないよね、まあスターだからしょうがないよねお黙り早いなはい、あ、どうぞ。じゃあ王子が行きましょうか、はいはいはい、ですね、次はですね、ジョージさんからです。ありがとうございます。王子、ダンサーさん、みそにこみすきさん、こんばんは。失敗のテーマを聞いて、中学生の頃ファミコンのドラゴンクエストの復活の呪文を間違えてメモってしまい、泣くに泣けないことがあったなと思い出しました。あ、これってなんか呪文をこう打ち込むとなんか進んでいくというか、そのパワーアップするとかなんかかな、
それからは一文字ずつチェックするようにして間違えることはなくなりましたが、それが今の仕事に大いに生かされておりまして、若き頃の失敗を大人になって、糧になるということを学びましたということでございます。そうですよね、昔失敗して、それがどんどん、ね、大人になっていっても、それを本当に思い出してとかね、糧にして間違えないようにしようということでございますね。いいことでございますねこれ ね、はい、ありがとうございます。ツイキャスもたくさんいただいてます。高坊さんこんばんはということで、デスプリームさんもダンサーズスタジオの皆さん、オージーファンの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。高坊さん、ついに最終兵器をゲストに召喚したのですね。田中一郎さんのことですね、はい。沖縄大好きさん、こんばん名古屋、名古屋ということで、高坊さん、王子目の前の星が顔を隠してますよ。だからスターだから知らないんだって。はい、ということで、はい、はいはい、CM の後は田中一郎さん登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は一人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナゴヤ。はい、ゲストコーナーです。本日はライジングダダ合同会社代表田中一郎さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは田中さん、自己紹介をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。私は愛知県戸田市在住でして、今事業としては美容系のコンサルをとりまして、はい、元コンビニオーナーをしてたんですけども、はい、もうそれを交通事故で、辞めることになりまして、ちょっと紆余曲折がありまして、はい、最近出会いがありまして、美容系の代理店をやっております。でその中でも一番力を入れてるのは、特に個人、サロンの、あら消えちゃいました。あらら、ちょっとではもう一回おつなぎしますね。はい、お願いします、はい。その個人サロンがすごい気になっちゃったんだけどね。そこ、はい、そこ、はい、なんか美容系って言ってらっしゃいましたね、うん。もしもし、すいません、消えたみたいです消えちゃいました。はい、はい、美容系のサロン、コンサル、コンサル、はい、よろしいですか。はい、美容、個人サロン、はい、の
物販の差別化コンサルっていうのを始めましてですね、はいはい、それを頑張っております。ありがとうございます。はい、最初そのコンビニオーナーをされてたっていうことだったんですけども、はい、私も実はやすさんのラジオ番組の、ウィークリーコンビニラジオですね、こちらでも、はい、よく田中さんご出演されているときに、はい、某コンビニですね、なんですか、そうですね、サークルなんとかっていうところだったと思うんですけども、はい、はい、はい、のオーナーっていうことだったんですけど、どうせやっぱりコンビニオーナーって大変じゃないですか。いや、私自身は特に大変だと思ったこともなくてですね、はいはい、そうですね、まあ大変って言ったら大変ですけど、捉え方次第なんで。あ、そうなんですか。で、まあまあまあいろいろあり、今は美容サロンのそのなんかそのご販売されてる商品というのは主にどういった商品なんですか。まあ、特に僕もともとそのコンビニ時代からすごい思っていることがあって、はい、やっぱり女性がいつまでも綺麗にいてほしいという願いがありましてですね、はい、で最近ちょっと美容に目覚めまして、はい、で主にその女性これからその例えば40代ぐらいから体型が気になる方いらっしゃるじゃないですか、はい、あと、まあ、特にあと産後の方ね、はい、の体型を直す元に戻すような、まあまあ、いわゆる補正下着みたいなのと、うん、あと美容師それが僕もともと交通事故でやったので、はい、健康症でいろいろ扱っております。あ、そうなんですね。まあその、まあ、40代50代の女性の方にもということですけど、ちょうどですね、ドンピシャ世代がここにいますので、そのドンピシャ世代に変わります。どうもありがとうございます。田中一郎さん、ご無沙汰しております。あ、私もそれもありがとうございます、はい、先日ありがとうございました。キウナごぼうにも参加していただきましてありがとうございます。もうまさにドンピシャと言われましたけれども、そうですね、とっても体型などが気になるんですけれども、はい、その美容サロンにコンサルティングっていうのはどんな感じなんでしょうか。もう少しお話を聞かせていただけますか。これもちょっと出会いがありましてですね、はい、もともとその大元っていうのはやっぱり自分がその女性がいつも活躍してほしいという思いがあって、うん、コンビニ時代もやってたんですよね。あ、もっと言うと、はい、女性が活躍尽くせないと輝く子供たちって夢を見れないじゃないですか。あ、なるほど、うん、それの思いがあってやっぱりそのいろいろ探っていった中で美容ということにすごく興味を持ちまして、うん、やっぱりその世の中の女性の方ってどうしてもその子育てとか年齢で諦めちゃってる部分が多くて、そうですね、忙しいとやっぱりちょっとね、そのあたりまで気が回らない世代っていうかね、ところはありますよね。はい、で私もこんな年って言わせたくないですね、正直。まあぶっちゃけたら男性もそうなんですけどね。そういうふうに、ね、まあ、でも僕はもうずっとコンビニ時代からずっとコンビニも結構女性が多いんでね。あ、その理由、うん、こうお客様がってことですよね。いや、従業員が。ああ、従業員、そうですね、うん、そうですね、女性かなりね、女性の方たくさんいらっしゃいますよね。まあ要するにそういうことがずっとうちの僕も20年やってる、うんなんですけど、そういうのをずっと聞いていて、どうしても子育てだったりとか、はい、そういうその、まあ、年齢のことだったりとかでどうしても諦めちゃってる部分が多くて、そうしたいと思うのはずっとあったんですけど、まあちょっと交通事故で12年前にできなくなって、でさて何をしようかなと思った時に、やっぱりちょっと前から興味があった美容ということに、ちょっと最近シフトを舵を切ってですね、はい、まあそういう感じで、特にその個人サロンの方ってどうしてもその女性が例えば、うん、
子育て中学生ぐらいだと何かやろうかなと思った時に手出しやすいんですよね。だけど、はい、3年生存率って 5% ぐらいなんですよ。で売り上げもせいで150万ぐらいなんで、それやっぱ手出したくてもどうしても手出せない方が多くてですね、はい、まあ、その中でやっぱり自分がお手伝いできるんじゃないかなって、まあ、一つ思うのと、うん、まあその商材扱っている商材が結構顧客満足度 100% 100% で、うん、で単日1000万売り上げて一石もあるんで、へえ、で先月なんか30億売り上げましたんで、僕のやってる代理店の方、そうなんですか、はい、もう来てみれば分かります、僕もつけてます、本当にすごいですね。それやっぱりコンサルとのコンサルティングの効果ってことですよね。それが、あ、商材の効果ですよ。あ、商材の効果、私がやってるそのコンサルティングというのは、その物販のご案内と会社の紹介と、あと人材育成ですね。もともとやってた人材育成があるんで、あ、なるほど。あのコンビニ時代の時に培ったその人材育成で、ということで、その商品をこうより魅力的にというところのもありますし、まあ、あの提携してる代理店やってる会社はそういうこと、人材育成にすごく力を入れているので、なるほど、まあ、そういう一緒にこう、僕のその、ビジョンが共に前へっていう、みんなで成長していきましょうねっていうところが一番強い、うん、あのそういうご案内はしてますし、まあこれ、ね、あのちょっと話しとれますけど、はい、僕自身もコンビニは諦めきれないので、あのなるほど、これあのヤスさんとの約束で、ええ、あのもう一遍コンビニに戻るっていうのも正直あります。そうなんですね。そうなんです。ね、金曜日、毎週金曜日ですね、21時からの、あの、安さやかさんのウィークリーコンビニラジオでね、はい、もう、田中一郎さんは、なんかもう、本当に、サブパーソナリティではないかというぐらい、出演されてますよね。準レギュラー。準レギュラーです。いやいや、ありがとうございます。で、で、以前、その、安さんがちょうど、ね、こう、まあ、こう海外に出かけられて帰るときにちょっと時間がっていうときにピンチヒッターもされましたから、はい、ありがとうございます。伝説のあのね放送会がございましたよね。ありがとうございます。 でもあの時もね、あのそのパーソナリティとしてもね、あの活躍されてましたので、はい、ありがとうございます。はい、あのそしてですね、横でもう一人ね話したがってるねあの人がいますので、ちょっとじゃあ、あのね、あのキーナゴボウの時にもね多分お会いしてるかと思いますけれどもね、はい、王子に帰ります。はい、滑り王子でございます。あ、どうもありがとうございます。先日はありがとうございました。あの、田中さんね、やっぱコンサルトっていうとその、うん、例えば美容系っていうとこうネイルとかですね、はい、こうまつげのエクステですか、そういうようなところにもこうコンサルトをされてるっていうような感じでよろしいんでしょうか。あ、私がやってるのは物販の方なんです。あ、物販、はい。じゃあそこであのなんかこう、先ほどおっしゃられたその補正下着とかこう、はい、こういうっていうそういう、まあ、器具ですね、そういったものの、物販ということですよね。はい、あのどうしてもその、まあ、今一番叱られてるのはお水ですよね。はいはい、水の清水をすごく力を入れていて、はい、やっぱりその僕自身も交通事故で一回本当大変な交通事故だったんですけど、それでやっぱ健康のことにすごく興味を持ち出して美容に行ってるんですけど、はい、やっぱ美容も結局健康からなんで、はい、でやっぱりそのネイルサロンだったりとかいろんな脱毛サロンとかエステサロンもそうなんですけど、結局物販にもうまいことやらないと売り上げ上がらないのと、うん、やっぱりその美容は健康からなんで、はい、そこはご案内してますね。そうするとそのお水、まあ、よく私なんかでもよく言われるのはそのお水をまあ2リッターぐらい毎日飲んだ方があの体が活性化されて、うん、まあ、血のドロドロも良くなるよということは言われたことはありますけども、はい、やっぱりそのお水のやっぱりこの成分とかやっぱりいろんなお水あるじゃないですか、
はい、そういったものにもやっぱりこだわりがあってこう販売されるんですかね。私のやつはあの日本トリムっていう会社があるんですけど、はい、それの OEM 商品、オリジナル商品、はい、大前のやってる会社が作った、はい、あの OEM 商品なんですけど、はい、お水、まあ簡単に言えば家庭の医療機器ですよ。はいはい。あの普通のお水っていうのとちょっと違って、あの清水機ですね。はい。あのまあよく最近は電解水素水って言うんですけど、はい。あのお医者さんで透析に使われてるようなお水、普段皆さんが買ってるお水っていうのはどうしても体が酸化してしまうので、はい、そういうものじゃなくて、あの水道水から引っ張ってきて分解するような医療機器です。あ、じゃあそういう、まあ、浄水器ということですね。浄水器とはちょっと違うんですか。通常のフィルターを通すものではなくて、うんうんうん、こう電気分解して作るお水ってことですよね、うんうん、簡単に言えば。あ、はい、うん、あそれでやっぱり あれですね。そうするとそういったもので料理を作るときでもいいってことですよね。まあ、全然違いますね。お米の味が全然違うのと、はい、胃腸症状が良くなるっていう、はいはい、言っていいっていう感じなので、はい、うん、それと補正下着、それから美容商材と組み合わせて、はい、案内してます。特にサロンさん、特に。ああそうですか、うん。まあ、王子はですね、本当のことを言いますとね、まあ、ちょっとこう、話がそれますけども、こうひげが濃いのをちょっとね脱毛したいなと思って、そういう器具がなんかないかなと思うぐらいですけどね。はい、脱毛機器は特には取り扱ってもない、ね、あ取り扱いがないですよね。簡単にはやっぱりうん、体のこう健康になるように整えるところからってことですよね。こうじゃあこのひげはまあ常時剃りなさいってことで、それが間違いないってことでしょうかね。やっぱり年とともにですね、前はこの、口周りだけだったんですけども、この頬とかが出てくるもんですから、こう、はい、うん、そういったものがね、ちょっとたくさん出てくるとね、見苦しく見えるなと思って、今日本当にね、マスクをしてね、皆様に見られるのがちょっと恥ずかしいと思ってしようと思ったんですけども、ね、お黙り、うん、隣にいるミストちゃんがね、いやそのままでいいよって言ってくれましたんで、今日はこの、まあ、うん、何してもその男性も女性も40代過ぎると更年期ってあるじゃないですか。はい、そこが一番悩みですよ。あ、そうですね。更年期って腸から来るので、はい、で、まあ、腸を良くして、で体型っていうのは結局男性も女性も特に女性そうなんですけど、皆さん下着って隠すもんだと思ってますけど、はい、そうです、間違いで、そう、隠すもんじゃなくて体型を作るもんなんですよ。はい、下着の選びがやってくるんで、うん、うん、特に男性はお腹が出てくるとかね。あ、そうするとあれですか、その、男性用のこう補正下着っていうのもあるんですか。このお腹あります。あら、あら、そうですか。それで引き締めて、ね、服着てるときはピシッとしてるのに、脱いだ途端にブヨンとしてるっていう、うん、一番私を あなたに言いたいのは、トークの補正もできないから。あ、これはですね、はい、補正するとこある？いっぱいありますね。あら、そうなの？その補正しなきゃいけないのに気づいてないところが問題かなっていう。ずっと今ね、その体型のことばっかり頭に入ってね、これはとても本当にね、はい、見た目が良くてね、うん、脱いだ途端にブヨッとしてて、うん、とんでもないって言われそうでね、なんかちょっと恥ずかしいような気がしますけど。王子、滑ってます。だから滑ってないって。まあ、こんな感じでね、ずっとトークしてますけどね、でも本当にお水はいいですね。たくさん飲んで体活性化して、うん、というのをよく聞きますので、ただね、たくさん飲むと、ね、トイレが近くなるっていう、それがねちょっと問題かなと思って、今王子ね、一回行きだすとね何回も行っちゃいますんで、うん、うん、そこがでもあれですよね、おトイレ行くっていうのもやっぱり出すものは出して、きれいになっていくってことでしょうね。そうですね、まあ、その上でやっぱり
お肌が変わってくるっていうのと、いいですね。で、僕の扱ってる下着は男性も女性もお肌が変わってきますよ。あら、あ、そうです。着るだけで、女性は特に体型が本当に、僕の来店やってる会社の女性は本当に綺麗ですからね。あら、もうみんなこの前74歳の人にはどうあったんですけど、どう見ても40代でしたね。あら、すごい。あら、もう、まあ、それでいくともう王子これつけた途端に10代に戻っちゃうね。そう、10代もう10代に戻って本当に、うん、それぐらいの、勢いでね、活躍できちゃうんじゃないかなと思います。もういいですかね。あ、もう終わり。はい、田中さん、電解水などを、はい、もし田中さんから購入したいという場合って何か方法あるんですか？あ、私に連絡いただければ。あ、もうすぐ。これって どうやってご連絡したらいいんですか？どうしましょう、 LINE か。例えばこうで、はい、サロンを経営されている方がこう興味を持たれて、はい、こう田中さんの商品をこう扱ってみたいなって思われた時に、はい、ちょっと連絡する方法を教えていただければと思うんですけれども。はい、まあ LINE が一番ありがたいんですけど、 LINE だとなかなかこうね、個人的につながってる方しか連絡が取れないかなと思いまして、はい、ライジングダダさんで検索したら出てくるんですかね。一応ホームページは出てきますけど、はい、ホームページ変えてるので、はい、そうですね、お電話かショートメールいただければ。あ、なんかその、皆様には告知できるようなお電話番号ございますか？じゃあ お電話番号言いますよ。あ、はい、あ、大丈夫ですか？放送でできる電話番号、大丈夫でしょうかね。はい、僕一つ取ってますので。はいはい、080、はい、4449、はい、6046、はい、080-4449-6046、はい、こちらにはい、お電話があれとショートメールいただければ、はいはい、こちらからご連絡しますので。あ、ありがとうございます。ぜひですね、皆様の今お聞きいただきました番号080-4449-6046、はい、これ田中さんがもうダイレクトに お電話の番号ですね。はい、ショートメール送っていただければこちらからご連絡しますので。あ、ありがとうございます。こちらですね、ぜひ皆様ご興味ありましたらご連絡いただければと。で、また個人でサロン経営してる方なんかね、はい、このね、商品取り扱いとかそういったお問い合わせもね、こちらの電話番号に連絡していただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。田中さん、お時間となりました。いや、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。もうもう最後になんですけども、もう、はい、私たち愛称でピカリンと呼んでますけども。ウィークリーコンビニラジオではなんかすっかりみんなね、ピカピカさんとかいろんな形でいろんな表現でね呼ばれてて、今ツイキャスに出られてるカープボーイさんもね、ね、よくそのウィークリーコンビニラジオ聞かれたりしますからね。ありがとうございます。はい、私たちはもう、いや、それで呼んでいただいて嬉しいんで。じゃあぜひピカリンということで。そうだね。ありがとうございます。はい、じゃあ今後ともですね、この、ぜひこの電解水のね、お問い合わせもぜひ皆様。あと、やすさんからですね、はい、田中一郎さんがフェイスブックもやってますということで、フェイスブックで、ね、また検索していただけたらと思います。はい、すぐ、はい、はい、すぐわかります。すぐわかります、はい、もう星野選手が出てくれば僕ですんで。あ、私もアイコン見ましたけど輝いてましたのですぐわかりました。そうなの。はい、はい、田中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそ、はい、ありがとうございます。またヤスさんも今聞いておりますけれどもね、はい、金曜日のウィークリーコンビニラジオでもね、はい、また時々ね、登場というかね、ご参加いただいてますので、はい、またそちらの方も聞いていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、準レギュラーですね。準レギュラーですからね。はい、はい、はい、ピカリンありがとう。ありがとうございました。はい、本日は、ライジングダダ合同会社、代表田中一郎さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キウナ名古屋。高坊さんが、うん、お水とはあ夜の世界のことですかってなってます。まあそうだよね。もうね、多分 ね、 そうだよね、あの王子が話すとお水の普通のお水でもさ、どうもそっちの方に向かってっちゃうんだよね。あのもう今あれあの名古屋は栄養コーナー。いやじゃないよ、まだ。で、あの光さんが王子補正下着を買ってきてみよう、見た目が良くなる、見た目から良くなるぞって。あーペーターさんもある、トーク補正って、あの、ね、トークの補正した方がいいっていう。今度ちょっと下ミサちゃん読んでくれる？スプリームさん、うん、王子は社会の窓からおパンツをちら見せ。あのね、うん、これちょっとね今日のテーマと、ね、被っちゃうんだけど、うん、ね、王子の場合はね、うん、今日の失敗のテーマ ね、うんうん、ね、社会の窓からリトルプリンスがねちら見せっていう場合があるからね間違えてね。いやリトルプリンスはまずいでしょ、うん、それ失敗してるよね、あらっと思って。いやそれはまずいでしょ、うんね、パンツだけならいいんだけどね、プリンスならリトルプリンス出ちゃうからねでもさ、何これ公共の面前で、ね、リトルプリンス出たらもう犯罪ですからね、立派な。まあそうだよね、それをね、うん、気をつけてね。いやだからパンツ見せようと思ってたまに出ちゃってってそういう場合があるじゃない。メール読んでいいかな。どうぞ。はい、じゃあキウナゴヤの皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ失敗、失敗って思い出したくない、穴があったら入りたいなどの最大級の失敗もあれば、後で笑える失敗などもありますよね。できることなら誰もがやりたくないことだと思いますよね。また失敗するとそれを教訓にして次から失敗しないようにするという、失敗は成功のもとという考え方もありますけれども、お三方さんはどう思いますかってことです。うん、うんうんってなに、ちょっと考えることがありますね。うん、はい、なになに、じゃあ今、うん、考えてるんだけど、それは成功のもとだから、まあまあそうなんだよね、うん、そういうこともありますよね、うん、失敗しっぱなしって場合はねどうなんだろうねただ、まあ、失敗しっぱなしなの、うん、だけど王子は失敗しないですけどね、うん、それはあの、うん、トークに限ってね、トークは失敗しないよ。いやいや、もうさっきも失敗したような気がするんだけど、おだまり、うん、メールいきますよ。はい、はいハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは。牛乳は賞味期限3日過ぎても大丈夫、アレックスです。だよね、だよね、うん、まあ賞味期限は美味しく召し上がれる期間ですから ね、ただ牛乳の場合って、うん、賞味期限短いから、消費期限って書いてなかったかな。あ、そう、うん、でもまあ皆さん早く飲みますよ ね、 牛乳とかね、まあね、早く、うん、ね、そういうことはないし、開封後はお早めにということですね。そうですね、はい、はい、ホテルフロントで働いているところ、はい、電話がかかってきたり、お客さんの対応と忙しく、しかも私一人しかいなくて、領収書で50万円のところ5万円と書いて渡してしまいました。あら、その私の失敗を、握りチクチク、文句を言うお客さん、新しい50万と書いた領収書と交換したのに、とにかくひどい男の客でした。帰りに何もなかったかのように領収書を交換して帰ってきましたよ。はあ、神話にわじわじじっさーって、何何これ、どうやって思うの。じゃあ、はあ、順にわじわじすっさーだよ。これが一番あの今日王子の失敗どこ内口で書いてあるからね。そう、どこで切っているのか分からなかった、まあ、自分、私たちのダメ、私たちが読むと多分イントネーションが若干違うと思うんだけど、うん、そう、ちょっとダンサーズ読んでみて、うん、これ、うん、これですね。はぁ、順にわじわりすっさ、おう、
まあ、あんまり言ってないかも。ああ、でもいい、いいね。やっぱり発音っていうか難しいですよね。うん、ねえ。なかなかこう、名古屋弁なまりの人間にはなかなか。うん、だけどね、あのこのアレックスさんみたいにね、うんうん、書き間違いはありますよね、うんうん、まあ、どこそこで気づいてね、あの書き直しをしたっていうことでね、一見落着だと思ったんですけどね、まあ、中にはちょっとね、嫌味っぽいお客さんもいらっしゃいますよね。カープボーイさんがやっぱりイントネーションは仕方ないよねっていう、うん、そうですね、なかなか ね難しいですね、難しいですね。ラジオで一応聞いてるんですけど、うん、なかなか難しいです。難しい ね、なかなか発音が難しいんですよ。発音は難しいですね。読むこととか理解、うん、理解することはだいぶできるようになりましたけどね、うん、はい、はい、じゃあメールいきます。はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、滑り王子マスクマンさん、こんばん。名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、失敗。たくさんの失敗、最近も失敗している沖縄大好き、これまでの失敗エピソードを挙げますと、朝目が覚めたら8時過ぎ、もちろん仕事、完全に寝坊して遅刻しました。あとは5時脱時でラジオ投稿用のメールを慌てて送信、そんな時は即懸命に訂正再送信と書いて送ってます。過去に他局のメールを間違って送ったりあるある、別の番組を夕方の番組に送ったりなんてこともありました。ありますよ。ダンサーズもミソニコミスキーもやりました。それは、うんうんうん、私やりましたね。ありましたね。ミュージックシャープラスプラスに送ったつもりだったんですよ、うんうん、それがチャットステーション向けだったあ、もうありますね。あらで、普段が周りからミーカーはいないと言われた。そうだね、いないよね。でも本当にね、ありますあります、うん、西町のメールをくも字に送ったりとかありますし、うんうん、実際に西町の方の曲から、はい、じゃあくも字の方に転送してきますねというパターンもありますし、その逆のパターンもあります。はい、くも字向けが、うん、西町で読まれたこともあります。あります、ね、読まれますよね。はい、ありますあ、そういうこと、はい、ありますよね。はい、あるあるです。まあそういうことある、ね、ある、ね、まあ、はい、ね。はい、次のメール。あ、でも FMJG 新一さんが、うん、そういえば仕事の内密なメールを他社さんに送ったことがありますって、これは血の気引きますね。あ、もっとすごいことやりましたよ、うん、過去に、うん、まだこのメールに関して、はい、セキュリティが厳しくないというか、まだ緩い時、うん、仕切り表送っちゃったことありました。あら、まずいですわ、ね、あら、仕切りを送っちゃった、ね、あら仕切りではまずいでしょ、うん、まずかったね、あれは。ちょっとそれはね、あの文字もありますよ、一回いやあーと思って、あ、ね、あーファックスじゃないの、ファック、まあ、ファックスです、ね、あの沖縄大好きさんが、これが沖縄のラジオ局のチームワーク優しい対応って、はい、確かに沖縄のラジオってそういうところ寛大ですよね、うん、はい、名古屋栄養コーナー行きます、はい、どうします、はい、もうでも失敗談みんな喋ってますけどね。じゃあ行きますね、はい、名古屋は栄養コーナーです、はい、ちょっと先ほども触れましたけれども、ちょっとだけ失敗談などお話しください、うん、ただ王子は先ほど言いましたけども、うん、トークは失敗しないよ。もういつもはね、いや、もう失敗だらけでしょ。だからその失敗してるところを、うん、ご指摘ください。いや、いっぱい失敗してますけど。いやいや、もう指摘してたら番組終わっちゃうし。まあ、して、まあ、都度してますし、うん、ひどい時はマイク切りますし、ね、あれはなぜ切れてるかね、うん、全然なぜ切れてんじゃなくて切ってるんですよ。切ってる、あ、切ってるの、うん、そうそうそう、うん、でもやっぱりね、その、まあ、リスナーあるあるですよね。投稿リスナーあるあるで、やっぱりね、うん、他局に送るっていうのとか、うん、まあ、違う番組に送るっていうのはよくありますね、うん、ありますね。昔ですね、王子のことをね、はい、滑り卵というふうにね、うん、メール打ってきた方がいらっしゃいましたね。あえてじゃないの。あれ、あえてじゃないよね。あえてかなと思って。あえてなの、あれ。あえて卵なんだ。卵でやったからと。あら、そうなの、うん、あ、もしかして一番最初は王子
を打つつもりが卵だったってこと、うん、だったと思うよ。あ、それがきっかけなの。いやだから滑り、あれ滑り卵って何かなと思って、うん、まあ王子ね、あの点が見えなかったから普通にね、うん、滑り王子なのかなと思ってましたけど、よく見たら点がついてるから、これ。あ、もうあれですか、滑り卵老眼入ってたんですかね、それ違います。いや、どうなんだろうね。え、まさかの読み間違い。うん、だけどちゃんと点ついてましたんで、あ、これ滑り卵だって、うんうん、まあ、そういう時もございましたね、うんうん、だからね、はい、まあ失敗はでも、じゃあ最近の仕事の失敗談とかあります？最近ですか、はい、最近、うん、最近仕事やってないもん。え、そうなの。あそ、え、何、遊んでる王子なの。いやいや、まあ、あのね、まあまあ遊んでるっていうね。ダンサーズ最近の失敗ってあります、うん、仕事の。仕事での失敗、うん、まあまあまあ問題のない範囲で。最近そんなに激しくは失敗はしてないんですよ。すごいね。うん、まあ失敗はしてないですけども、うん、そうね、まあ、約束の時間を間違えたっていうのはあるかもしれない。ああ、うん、それもまあ失敗って言えば失敗ですよね、うんうんうん、それもありますね、うんうん、まあまあ私今からね、もう30年20年以上前かななんですけど、私の同僚が、うんうん、車の中で寝てて、うんうん、寝ててそれが起きたら夜9時だった、うん、あら、あのちょっと昼寝したつもりが、うん、ちょっと昼寝したつもりが夜9時だった。爆睡じゃないですか、ま、で、あの直帰したんだなっていうふうに思われたみたいですけど、うん、そういう人もいましたよ、うん、夜9時に目開いたっていう、うん、すごいですね。だって暗くなっちゃうわけでしょ、うん、周りが そのまま寝続けたっていう、うん、よっぽど疲れたんですね、うん、目開いたらびっくりしちゃうよ ね、うん、真っ暗だった、うん、すごいですね。あ、でもね、王子ね、よくあるのはね、はい、まあ、ナビも使わずにこう、ね、うん、先方 の、 あの、うん、現場行ったりとかする場合があるんですけど、はい、うん、これ近道だろうなと思ったら全然ね、うん、遠回りとかね、あ、行き止まりになってたとか ね、 あ、これは失敗したなと思いますけどね、まあ、急がば、ま、もあれですよね、うんうん、これが、ね、近いと思ったんだけどなって思う、うん、いう時ありますけどね。なんかカーポーイさんが、味噌煮込み好きさん、最近木曜日の花天国なんですけど、ダメな私のコーナーに毎週に出てくるけど大丈夫ねって。そうなんですよ、なんかちょっとした失敗を、まあ、ダメな私のコーナーにがあるんですけど、ラジオ機のあの番組で、うん、まあ、なんかちょっとずつあるんで送ってるんですけど、なんかこれ毎週採用されちゃうんですね、私、うん、ダメな私が、なんかそう、だからダメな、なんか失敗してる人、失敗だらけの人みたいになってますけど、はい、まあ、はい、はい、はい、ダメなトーク、はい、はい、ですね。ということで、時間も今ダメな時間本当でしたね。そうですね、はい、はい、ということで名古屋は栄養失敗談でした。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。あら、これは美奈子さんじゃございませんか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばんは。私はラジオパーソナリティを病気療養のために降板したのが失敗でした。ラジオで初めて声を出したのが14年半前、当日は緊張しまくりで、半年は番組前にトイレにこもって、本番1分前にスタジオ入りでした。半年してからは余裕でした。ラジオで話すって楽しいね。また復活戦したいのですが、平日の昼間に講習を受けなければならないので面倒なので失敗しました。お三人さんは絶対にこの旧名古屋はやめないでね、1週間の楽しみですということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。完全に交番だったんですか。いや、うん、ちょっとここの詳しいところはわからないんですけど、うんうん、まあ、確かにね、あの講習受け、まあ、そのパーソナリティ講習受けなきゃいけない局もありますからね、まあ一回そうやってやめてしまうと、うん、もう一回やるのにまた講習しなきゃいけないってことですよね、はいはい、きっとね。そういうことだね。なるほど。これ講習は王子受けなきゃならない
ってなったら FM ギノワンというよりか、うん、まあここはねあの、うん、リモートスタジオなんで、うん、あれですけど、うん、多分王子の場合だとかなり長い時間あの講習受けなきゃいけないよね。もう講習だけでね、講習であの倫理的な問題もありますよね。そっちの講習受けなきゃいけないんじゃない？あと倫理もあるし、うん、道徳的なこともね。あ、そういうのやらなきゃいけないね。俺最初講習って聞いた時に王子であの口の匂いかと思ったおだまり。いや私もなんかさ言いそうだなと思ってたけどやっぱり言ったね。はい、メール読みますよ。はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。こんばんは。して失敗といえば失敗は成功のもとと言いますよね。ただこれが失敗に入るかわからんけど、 J 時代に購買端末のプリンターの用紙が止まらなくなり大変なことになりました。なんとか端末の操作で止めることができましたけど、これって失敗？俺的には成功のもとだと思ってますけど、誰も教えてくれる人がいなかったから失敗しても学びになったと思います、ということで、うん、すごいな、いっぱいじゃんじゃん用紙が出てきたってこと、うん、あれって止めるのにはいや、まあ、きっとなんとか頑張って止めたんですよね。あ、まあ、まあ、プリンター側で止めれますけどね。あ、そういうこと、ね、ペーターさんが歩行100時間、王子倫理講習100時間ぐらいかならダメらしいよ。倫理講習倫理ね、うん、倫理ね。だからじゃ王子の場合のあれはね、あの講習長いなって言ったのはこう滑舌悪いから、そので発声練習のために長くなるのかなと思ったんですよ。いやいや倫理です。倫理なの、はい、滑ってます。 FMJ 新一さんが待ち合わせの時間で午前11時を午後11時と勘違いしたことがあります。いや、うん、言ったらすでに終わってました。それそうですよね、夜中だ。あらまあ、ありがとうございます。ういう、ね、はい、はい、お願いします。はい、続いてですね、はい、岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。旧名古屋の皆さんこんばんは。今日のテーマ失敗、この年まで生きてきたから成功よりも失敗することが多かった気がしますね。結婚にも失敗したし、でもその失敗があったから今の幸せな再婚があったわけで、失敗は成功のもととはよく言ったもんですね。苦労を重ねてきたおかげで感謝する気持ちがより多くなってきたような気がします、ということでございます。ありがとうございます。まあね、あのいろいろ失敗してね、成長しますからね。で、うん、あのごめんなさい、追加してみたら何気に高坊さんがもうレッドカード出されてるけど、何発言が下品なのでって。下品だって書いてある下品発言が下品、今日下品なこと、レッドカード出てたら本当退場なんだからね。今日どこか下品なことありました？あのメールお願いします。あの大丈夫、メール、あのメールではちょっと足早にですね、はい、ですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年の夏はあまりにも暑すぎたので、部屋にある扇風機では涼しく ならず、少しでも涼しくしようと100均ショップに行って、はい、超ミニ扇風機を、1000円で購入し早速使いましたが、ミニ扇風機の風の強さは非常に弱く全くの使い物にならなかったので購入したこと自体失敗し、1000円をドブに捨てた結果となりました。あ、100均でもこれ1000円の売ってんだ。あ、でも100均今ね、なんかいろんな値段のもの売ってますよね。まさに、安物買いの銭失いですね。お三方は100均ショップで失敗したことありますか、ということでございます。でもまあ100均だから、うん、で100円のもんだからね、うん、まあいいかと思っちゃうこと多いですけども、でも1000円したんだよ。でも1000円だよね。ねえ、1000円はショックだね、うん、でもうちょっと出して、で、何、量販店、電化製品の量販店の方が今ね売ってますもんね、うん、量販店でね、うん、そんな高くないのがいいような気がしますけど、ね、そうですよね、うん、あ、高坊さんがね、あのレッドカードの理由、リトルプリンスだのなんだのでレッドカードです。リトルプリンスの意味分かった？すごいすごいじゃないよ。はい、もうエンディングいきましょう。エンディング、はい、エンディングです。なんか夢グループみたいな。すごいってなっちゃう。ちょっともうやってみて、夢グループ。いや、いいからエンディング、エンディングです。はい、お願いします。はい、来週のテーマは音楽。来週のテーマは音楽です。好きな音楽、学生の頃の音楽授業など音楽エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、
経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんグランレーナさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。あの奥根大介さん、これがポッドキャストにも配信されます。はい、配信されます。配信されますはい、ね、だから気をつけてよ王子。え、はい、ということで、はい、また来週です。閉店ガラガラ。あら行きますよ。はい、はい、はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました、ね、相変わらずでしたね。もう今日もいいあのトークができましたね。あの、うん、とってもあれでしたでしょ、あのゲストの方との、ね、トークもあのすごいあの真面目なトークできっちりかっちりしてたでしょ、うん、真面目なトークじゃないよ。高保さんが3試合出場停止ですねって。え、なんで3試合も出場停止は困るよ。3週間出れなかったら年超えちゃうね。困るよ困っちゃうね。困っちゃうよ本当に。はい、うん、発言には気をつけましょうね。ポッドキャストにも乗りますよ、はい、じゃあまた来週です、はい、来週もお聞きください。音楽です。